どうもマルルです。皆さんこんにちは。もうねそろそろ秋ネイルしたいなと思って何にしようって思ったらやっぱヒョウ柄とか別行かなと思って、今日はマグミラーヒョウ柄ガラガラをやっていきます。今日使う材料はこれです。全部です。これで全部です。まず今日一のポイントなんやけど、お気に入りのマグネットジェルを用意すること。私はですね、クマ先生のブランドオルソのマグネットジェルサンドを今日は使います。このマグネットジェル最近発売したんだって真面目に言わせてもらうと、本当に控えめに言って最高すぎる。本当に私マグネットと毎回大喧嘩するんやけど、これはね大喧嘩せんかった。白身も最高で、こちらのパウダーライナーベースジェル、アイスジェルさんのものなんですけれども、いやこれね実はね本当はトップジェルの方を使いたかったんやけど、昨日まで使いやったトップジェルのライナーがどっか行きまして、なんでベースジェル使ってますけど、皆さんトップ使ってくださいね。でこれがマイビーのノンワイプアートトップですね。何やらマグじゃねえわ、ごめん、あれなんだ、ちょっと待って、え待って、あれミラーがつきやすいトップジェルらしいです。はい、すみません失礼しました。でこちらアニュームのミラーパウダーなんかミラーとマグネットがすごいなんか頭の中でガチャガチャガチャってなってるけど、ゴールドを用意しました。これもお好きなミラーパウダーを用意してくださっていいと思います。で最後トップの仕上げもオルソのノンワイプトップということでですね、これね初心者さんでも使いやすいいい塩梅の粘土なんですよ。サラすぎずネバすぎずみたいな。でまずは早速作っていくんですけれども、マグネットジェルを塗っていきます。でマグネットって結構たっぷりめに塗った方がいいんですけど、私的にはこう1回目は薄く塗って、2回目でたっぷり塗って、それでマグを反応させるみたいな。1回目は正直別にマグ反応ささんでもいいんかなって最近思い始めまして、結構薄めに塗っちゃっていいと思います。こんな感じで。でもなんかマグネットってさやっぱ難しいよねっていうので、私はもう本当に毎回大喧嘩しよったんやけど、マグが反応せんとかうまいこと動かんとか、これ本当にバチバチにめっちゃ動いてくれるけんマジで。で固めて今、いやごめん、まめっちゃ固めて戻ってきたんやけど、2回目塗る時は本当に結構ボトンって塗るぐらいたっぷり塗っていいかなって思います。これは韓国の人に教わったんやけど、マグネットは結構このぐらいボトンって落とした方がいいんですみたいなこと言うてましたよ、韓国の人。これ名前言っていいんか分かんないんですけど、ちょっと 言ってましたいや本当にマグがうまく反応せん人とかはちょっと一回ね量塗布量をね見直してみるのもいいかもしれないですね。で私が今回使ってるマグは何かと何かのマグをオンって合体させたやつですね。これ何のマグか分かんないですけど、でもこれスティックタイプだと結構ポイントで反応するんで、なんかこう四角い面タイプのやつがいいとかいろいろみんな使い勝手あると思うけど、私はこの最近このスティックタイプがよく言うことを聞いてくれるような気がするんで、見てこれ、これす可愛いない、もうこの時点もうこれだけで可愛いやん。もうなんかもな、私がなんか今から上にヒョウ柄とか描こうとしよるけど、これ何もせんでも可愛いけどさ、正味このまま塗でいい感じにこうマグネットの光をね自分の好きなところで止めてもらってですね、なんかこうマグを光らせるっていうんですかね、これな、私このマグを光らせるっていう言い方なんか未だにしっくりきてなくてね、なんて言うんだろうこれ、なんか粒子を浮かび上がらせるでもなんでもないし、なんかちょっとなんかしっくりくる言い方ないこれ他に。なんかでこれで固めて出てきたらアートトップを塗ります。塗り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 、結構たっぷりめに塗っちゃってます。私結構たっぷり塗るの大好きだからね、何でもかんでも。パンにバターとかジャムとか塗るんだったらめっちゃ塗るしね、やっぱ味濃いのとか好きやけんね、なんかこう調味料系とかもなんか結構いっぱいたくさん使っちゃうタイプなんでね、こういうのってやっぱ出るよね何を言ってんだろうな私。真面目にこのなんかアートがしたくて見に来た人本当なんか申し訳ねえな、なんかこんな解説して、でツルンってなったら硬化します、固めます。でこれこのアニウムの猫ちゃんさ、このふてぶてしい顔が何とも言えんぐらい本当に好き、可愛いよね。 なんでこんな顔してるんだろう、なんかこのここのブランドの担当の方、なんでこの猫ちゃんこんななんか不機嫌極まりない顔なんか教えて可愛いなおい。でここでミラーパウダーをこっそりつけますと、もう噂通りねすごいミラーつきやすいんですよこれ。
なんかたまにこのミラーがあんまりつかんノンワイプみたいなあるやん、たまに物によってね。でもなんかやっぱりミラーがつきやすいですって言ってるやつをもう素直に使う方がやっぱいいなと思って、どのやつがミラーつきやすいんだろうって研究するのもねすごくいいんやけど、もうメーカーがこれつきやすいですって言ってるやつも素直に使おう、みんな、うん、もうあのそれをそれ用にしてね使うといいと思いますよ。もうなんかメーカーの言うことちゃんと聞こうで、ミラーパウダーが全面につきましたと。はいはいはい、余分なパウダーを落としまして、このツルンツルンのメタリックの、もうこれすごない？めっちゃピッカピカ。これなんか金閣寺とか銀閣寺とかさ、修繕でこのミラーパウダー使った方がいいんじゃないかなとか思うんだけど、どう思う？みんな。ちょっと一回ちょっとこんあの散ったやつ拭き取らせて、でここでですね、ここでさっきの私が本当はこれトップジェル使いたかったけど、なんかベースジェルしかないっていうね、昨日まで使いよったのにね、このライナートップ、どこ行ったんだろうね、ちょっとよくわからないけど、とりあえずね、これ別にこれじゃなくても普通に自前のノンワイプトップと細筆とかでもいいと思う。あー、垂れた、拭け、早く今すぐ拭け、ジェルアレルギーの元です、こういうのってジェルアレルギー。危なかったぜ。ああやってなんかちょっとね、予期せぬ場面でジェルが皮膚についたり垂れたりすることによりジェルアレルギー発症みたいなことにもなりかねんからね、本当にああいうことになったらもう一瞬でもう秒で拭き取っちゃいましょう。で今ね、このライナー筆で私あの豹柄描いてるんですけど、もうここはもうつまんないんで早送りしていいですかつまんないんでって言ったら、あの豹柄の描き方もついで見たかったなっていう人には申し訳ないけど、これ自分なりに考えてみて、この絵面面白くねえなって思ってるんで、ちょっと倍速でお送りいたします。でしかもなんかこのカメラ越しになんか豹柄描くの結構難しいなっていう感じなんで、まあ、ちょっとうまくいかなかったらごめんなさい。でも一発勝負でこれ撮ってるんで、あの仕上がりちょっといまいちだったらごめん、なんかちょっと私もどうなるかわからんけど、これむずいね。やっぱカメラ越しにアートするって、これみんな一回やってみてほしいんやけど、カメラ越しにネイルアートとかしたら結構ね、思った通りになってない。だからデモとかする人やばいよ。あ、で、これかけたけん、これで一回固めます。この状態で一回硬化よ。こっから硬化するけんね。はい、固めます。で、なんともないエタノールですよ。塩分濃度じゃない、ごめん、エタノールの濃度 80% くらいのエタノールですね。これをちょっとコットンに染み込ませておいてですね、こう硬化してから戻ってきたこのおかえり、これを拭き取りますと。これ拭き取ったらどうなるかって言ったら、さっきアートした部分だけが残って他のミラーが消えるみたいな、だからアートがミラーの部分として残るみたいな、これ言えてる？ちゃんと私、あ、こんな感じ。なんでこれ順番的にはなんかちょっと工程意味わからんかもしれんけど、仕上がりこんな感じになりますんで、ぜひね、なんかこのアートで真似してみてほしいなって思います。でもこれ別に私が考えたとかじゃないけんね、なんかこれなんかさ、言っとくけどさ、これ別に私が考案しましたとかじゃないけど、これなんかもう秋のネイルでちょっと参考にしてもらえたらなと思ってるんで、ちょっとぜひぜひ皆さんやってみてください。でいろんな色でやってみるといいよ。これ今回ちょっと落ち着いたこのブラウン系でやってみたんやけど、こんな感じでいろんな色で自分の好きな色でやってみてもいいかなと思います。めちゃくちゃ駆け足で雑な説明だったんだけど、見てくれてありがとうございました。